はいどうもこんにちは、しのぐです。今回はこちらのビスマルクですね、再び使っていきたいと思います。でなんでビスマルク再びかっていうと、まあもちろんビスマルク好きなんですけど、まあ、今回はなんかこのビスマルクにですね、防御力強化のアップデートが入ったということで、まあ、今までね散々問題だったこのビスマルクの、まあ、防御力がまあ向上したと、まあ、いったことでね使っていきたいと思いますね。まあ、具体的にねどういう強化が入ったのかっていうのは、まあ、ちょっとねはいもう説明するのが今ちょっともう匂いに打ちますんであれなんですけど、まあ単純に言うとですね、まあ要するに今まで結構ビスマルクって防角抜かれやすかったんですけど、まあ要するに防角が抜かれづらく、まあ、なったといったようなんですね。まあ、ただまあ今でも抜けると言っている人もいるので、まあ、詳しいことについてはまあ分かりませんが、まあ、個人的なね、まあ、体感としてはやっぱ抜かれづらくなったかなと思います。はい、まあといった感じでね、まあ、早速、まあ、戦闘にもう集中していこうかなと思うんですけど、まあ、PC 版やったことない人だったらね、まあ、どんなもんかわかんないと思いますけど、まあ、PC 版やったことある人だったら、まあ、ちょっとね、今までのビスマルク、ちょっと防御力がね、しょっぱかったかなと思うので、まあ、これでね、まあ、ほぼ大体、まあ、どうなのかわかりませんけど、まあ、多分、いい、装甲を手に入れたかなと思いますね。まあ、詳しくはなんか公式の Twitter もあるのでね、まあ、そちらを見てもらって、で、まあ、副砲もですね、今回はアップグレードしてきました。射程もですね、まあ、若干伸ばしているので、相変わらずですね、この副砲弾幕を楽しめる。まあ、ビスマルクといったらね、やっぱこの副砲ですからね。いやー、マジか。はい、まあ、一応ニューオーリンズは、味方と共同で撃沈できましたね。さあちょっと駆逐艦がね、すごい位置やられてしまったので、まあ、ただね相手のグナイゼナーは魚雷持ってるので、まあ、ここはねあんまりビスマルク強気に接近戦は挑まない方が良さそうですね。まあ、ここはあの副砲を生かしつつ引き打ちで、まあ、対処していきましょう。でヨルクも見えたんで撃っていきましょう。まあ、今回はですねハイド艦長を使って精度も上げてきているので、まあ、副砲をですね生かしつつ、まあ、手法もですね割とまあ、今までのねビスマルクよりは信頼できる手法性能になってるかなと思いますね。さあ副砲がめちゃくちゃ打ってます。まあ、ただねこの、まあ、PC 版と違ってレジェンズでは、まあ、副砲のターゲット指定ができないので、まあ、完全に副砲のですね気分次第で、うん、狙ってもらうしかないのが、まあ、ちょっと辛いですけど、まあ、とにかくねこの副砲弾幕で、まあ、敵の戦艦巡洋艦を燃やしながら、まあ、こちらのね戦いに持ってきたいですけど、まあ、なかなかねこれだけ、まあ、副砲命中してますけど意外に火災ってのはまあ起こりづらいんですよね。まあ、発火率自体 5% と、まあ、低めなので、まあ、しょうがないですけど、いやー綺麗に夜をちょっと砲弾が避けてしまったのでなかなか難しいですね。で、でもグナイザーの火災が発生しましたね。で、こっちは逆に相手の副砲でまあ2箇所燃えましたね。まあ、燃やす方針積んでるので、まあ、多少の発火は本当しょうがない。まあ、ここはね、修理班でまあダメージを軽減しつつ、まあ、敵の魚雷の射程圏に入らないよね。で、余力は撃沈。左にもね、敵がいますね。これ、グナイゼナウは、はい。で、こっちも、副砲がね、火災つけましたね、ついに。で、左は、巡洋艦、アタゴか。これはちょっとアタゴに集中しないといけないですね。グナイゼナウを、次のリロードして、倒して、まあ、次アタゴですね。魚雷が来てるかもしれないので、ここはもうソーダつけておきました。で、正面見ると、はい、魚雷来てますね。で、リシルとアタゴですね。これは、今ちょっとかなりね火災ダメージ食らってるんでまずいですけど、まあ、こっちもね副砲で、巡洋艦を撃ちつつでソナーがねあるので魚雷はね簡単にかわせますね。で火災は一応自然鎮火したのでアタゴを撃ちましょう。いやー果敢通過。はい、でも副砲がね火事壊してくれましたね。まあ、ただこれ痛いなこの火災は。これね先っちょに火災発生してしまうと、まあ、次はね多分中央部に容易に火災をもらってしまって、リシルからの砲撃で手砲が壊れてしまったので、ここはもう応急使ってもう直しちゃいますね。
まあ、次修理班が来るので、で今アタゴね仕留められてよかったんですけど、なんか過貫通してしまいますね。これはアタゴからの、おーナイスネルソン、ナイス、これは助かった。さあそしたらまあリシューなんですけど、これはまあどうしたものか、まあ、横を見せたら確実にやられてしまうので、まあ、こっちは缶を縦にしたまま行きたいですけど、まだやられたくはないな。ちょっとこう体当たりしようかと思ったんですけど、まあ、もう一頑張りしたいところなので、ちょっとここは体当たりせずに、いや俺もちょっとどうしたいかよく分かんないけど、これ横を通過するか、横を通過してこの角度ついて、あーまた消化、この角度ついてしまっていると、うん、さすがに防角は抜けないですね。さあ、まあ、リシル更新いっぱいかけてきて、まあ、追う形になりましたけど、これは本当に、で、副砲をなるべく撃ってもらいたいんですけど、ビスマルクね、残念ながら正面に副砲は撃てないので、ちょっとこうやって傾けないとね、でもこれはさすがに貫通されるか。まあ、全部先端に当たってるんで、俺が副砲の砲手だったら、艦の中央部を狙えって言いたいんですけど、まあ、とりあえず相手の砲撃は耐えて、残り4000。いや、俺もちょっと何がしたいかよくわかんない。まあ俺が撃たれてる間にすげえ勢いで味方が撃ってくれてるから、あ、横から魚雷も来てる。で、これで、じゃあ俺も、あ、見てる見てる、魚雷見てる。で、あ、もうダメだと思って、前を向いたけど、はい、いやー、ナイス。グッジョブですね、これは。さあ、そしたらジャンバールですね。榴弾撃ってきていますが、ジャンバールに向けて缶を盾にしつつ、ヨルクですね。まあ、副砲がね、もうこれでもかというぐらい、まあ、撃ってくれてますけど。さあ、ヨルクですが、速力落ちてるんでよくわかんないで、あー、で、ここで燃やされてしまったんで、もうこれ消すしかないですね。これ以上燃えてしまったら、やられてしまうので、今ね、ちょっと、ヨルクを片付けたいんですけど、まあ、さすがにやっぱり、ビスマルクの手法を、迷彩つけてる相手にはね、なかなか厳しい。これで、撃ちますけど、あー、偏差ミスりましたね。相手の回避が、回避というか、まあ、動いてたのか。まあ、副砲の射程がね、10キロ以上になったので、まあ、これでね、非常に、副砲がね、ほんと元気になりましたね。まあ、まだまだ伸ばせるんで、ほんと最大射程にしたらね、また副砲で撃ちまくりたいですけど、今のままでもね、まあ、十分。これはさすがに、おお、なんとかいったか。さあ、そしたらジャンバールだけですね。うん、まあ、こっち撃ってないので、じゃこちらも副砲でやってもらいましょうか。さあ、これで、ああ、でもこっち見てるな。ジャンバル装填時間めちゃくちゃ早いので、撃ったらちゃんと缶を斜めに戻しましょう。で、手法も停止させたので、おー、で、砲撃も弾きましたね。はい、まあ、相手かなり削られてるので、もうこれは大丈夫そうかな。で、一応修理も入れて、とどめが刺す前に、終わってしまうかな。あー、終わりましたね。いやー、まあ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 、まあ今回防御力強化されたって話だったんですけど、実際まあ今回はそんなにね、真横を撃たれることなかったですけど、まあやっぱりね、硬くなったかなと思いますので、まあ、だいぶね、ほんとビスマルクこれで、まあ、ようやく戦える戦果になったかなと思います。正直今まではね、柔らかすぎてとても疲れたもんじゃなかったんで、柔らかい上にね、手法精度が悪いという戦艦だったんですけど、まあ、これでね、硬くなって、いい戦艦になったかなと思います。まあ、副砲もね、今回も相変わらず、まあ、接近戦エキスパートは取れませんでしたけど、223発命中させましたね。まあ、今回、榴弾撃ってないので、火災10回はもう全部副砲のおかげなので、まあ、そのおかげでね、まあ、結構ダメージも稼げたかなと思います。はい、それではね、今回は強化されたビスマルクでした。ご視聴ありがとうございました。